秋町多場駅は、広島県広島市浅南区町多場4丁目にある、西日本旅客鉄道壁線の駅である。駅番号は、JRB05、短式ホーム2面2線を持ち、行き違い可能な地上駅。線路西側の秋亀山寄りに駅舎があり、下りホームへは、駅舎から直接階段、スロープで、上りホームへは、警報機及び遮断機のついた、 校内踏切で連絡している。ホーム有校長は4両編成分。線路は壁方面側が直線、広島方面側が曲線になっており、広島方面側は電車とホームの間が広く開く箇所がある。校内踏切に接続する上りホームの壁側先端は非常に狭い。自動改札機は簡易式。安全側線なし。 緑の窓口が設置されている。緑の窓口営業時間は6時30分22時。駅舎は1998年に改築された鉄骨造り平屋建てのもので、付近の天然記念物、長塚のレンゲ松をイメージして、正十二角形の屋根を持つ。壁駅が管理し、JR 西日本関連会社の JR 西日本、広島メンテックが駅業務を受託する。 業務委託駅となっている。愛子家が利用可能。JR の特定特使内制度における広島市内の駅である。駅スタンプは武田市の居城銀山城跡のある駅。かつては現在の上りホームの両面を使用した一面二線の島式ホームであり、校内踏切は警報機のみで遮断機がなかったが、2013年12月23日に遮断機が設置された。 さらに2015年11月28日には、新下りホームが完成し、始発列車より共用を開始した。また、下りホームとして使われていた箇所は、柵により封鎖され乗降ができなくなった。これらはいずれも、2013年6月に線路を横切る、連絡通路を歩いていた、女子児童が、電車にはねられ、重傷を負った事故に対応したものである。かつては、 線路有効長は、ホーム有効長ギリギリであり、現在の上りホームの広島側先端も、非常に狭かったが、蒸気改良工事のちほどなく上り側のポイントが、広島寄りに移され、余裕のある構造になった。以下の情報は、広島市統計省及び、広島市西洋欄に基づいたデータである。以上の1日平均乗車人員は、乗車数と降車数が同じであると仮定し、 年度枚葬数を365で割った後で、さらに2で割った値を、小数点、第2位で、四捨五入。小数点1位の値にしたものである。乗車数グラフ、西日本旅客鉄道 B 加別線、三滝駅秋町、多摩駅下木温駅。ありがとうございます。